皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の公立高校入試の志願変更について、お知らせをします。令和5年度の公立高校の、入試願書の受付、これ先週2月17日の金曜日で締め切られました。この後1回だけ志願変更ができます。志願変更ができるのは志願した学校の変更、それから科の変更、学科の変更、併願した学科の志望順位を変更と、つまり第一志望と第二志望だったのをこれを入れ替えるとか、そういうことですね。この4つの変更ができます。ただし1回限りの変更です。で、志願変更の受付は2月22日の水曜日と24日の金曜日、24日は正午まで受付になっています。23日は天皇誕生日祝日なので受付は行っておりません。で、志願変更の後入試になるわけですけど、入試は3月2日の木曜日が学力検査、3日が金曜日で面接と、実技検査などですね、最良の人実技検査などを行います。そして合格発表は3月14日の火曜日、正午以降になっています。これは合格者が各学校に掲示される、番号がね、名前じゃないですよ、番号が掲示される、またホームページの方に番号が、合格者の番号、これを、掲載すると、このようになっています。皆さんあと少し入試頑張りましょう。そして合格を手に入れてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。